カルロ・テッサリーニ。カルロ・テッサリーニは、イタリアの作曲家、バイオリニスト。リミニ出身。青年時代に、ベネツィアで、アントニオ・ビバルディに支持した可能性が指摘されている。1731年まで、サンマルコ寺院のバイオリニストを務めたり、サンタマリアイ・デレリティ教会の学長を務めるなど、ベネツィアで活動した。 その後1731年から1743年にかけてウルビーの大聖堂のカペラムジカールのメンバーを務めた。また1730年から1737年までブルノのボルフガングハンニバルフォンシュラテンバフ派、数奇教の宮廷楽団で宮廷楽長を務めている。1740年にはローマのバーレ劇場のバイオリニストとなったが、 教皇クレメンス十二世の死で公演が中止されたため、ナポリに移った。バイオリニストとして名声を博し、1747年からパリ、ブリュッセル、内名編、フロー人間ンン、フランクフルトアムマインなど各地で演奏旅行を行い、1766年にアムステルダムで死去した。アルベルト・ダニング、テッサリーニ、カルロ、イン・エンセクリペドやデラムジからソリー・リコルリ、ミラノ、 ラソリー、1972、ボリューム6、P168、エリノアセルフリッジ、フィールド、ラムジカストルメンタル、エベネツヤダガブリエリエビバルディ、トリノ、ERI、1980、P259。ありがとうございます。